バトル13が開いたね。ということは前回予告されてたあの事件が起こるということか。楽しみだね。見てみよっか。では改めて、あれ、ちょっと待って、なんか違うな。4コマ漫画じゃなくなったよ。未承認の私ん、化石祭、あれ、化石祭いろは、工場の場所を聞き忘れちゃったな。お姉ちゃん、お姉ちゃん、みんな、あ、みんなもいる。何背負ってんだ。確かに何持ってるんだろう、気になる。薬の材料だよ。小麦粉と感情のかけら、それから触るな危険アイトレーサー。何これ、え、気になる気になる。何何何何、前回の続きだね。ちゃんと続きになってるね。あ、ちゃんとみんな敵になってる、面白い。まあ、サクッと倒しちゃうんだけど、ヒロハ以外もいるところに。みんな弱い。多分レベル1くらい。もう私は止まらないよ。わ、すごーい。そこまで本気でやらんで、やばー強っ。無限イロハめっちゃ強いよ。私だけじゃない、みんなで掴んだ結果だよ。やばい。未承認イロハ、アイトレーサーはナノマシンの一種で魔法少女の肉体に残されている脳になんとかかんとか、憎しみや怒りといった負の感情の行き場を争いという行為に向けるのです。憎い、全ての魔法少女が争いを生み、争いに怒り、争いを根絶やしにセットする究極の平和主義者に変わる。私がこんな嫌な気持ちになるのは争いがあるせいだ。ゴゴ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 。なるほどね。うわぁ、汚い宇宙、名付けて全魔法少女玉木いろはか計画、争い滅ぶべし。やばいね、怖いね、ブサイクだね。ういちゃん、私も持つよ、ありがとう。でも積載率オーバーしてないと意味がないから。まさかのだな。じゃあ増量するか。積載レベル、奇跡のバランスから、あ、破滅に行っちゃうよ。あー、ぐしゃー、あ、パリーン。やめよう、化石祭。化石祭の私を見つけてアイトレーサーを回収しないと。大変だ。他のイロハちゃんたちも来たよ。だだだだだだ。あ、みんなこの辺は危険だよ、早く避難を。何してるの何してるの、キラ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 ー、うえへへへへ。やば、あ、遅かった。じゃ、これがイロハトレーサー。やばい、イロハトレーサーが始まってしまった。キラ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 、イラ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 、生まれてしまった。最後のイロハがムカ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 。やばいね、みんなの様子がおかしくなっちゃった。無尽蔵イロハ、やばい。困っているようだね。あ、お前はキューベ、何しに来たの。忠告するよ、今この宇宙は玉木門を介して他の宇宙と繋がっている。あのドア、そんな名前だったの。どこでもドアじゃなかったの。キラキラ、なんかこっち見てるよ。このままナノマシーンの拡散が続けば他の宇宙にも影響が出るかもしれない。最悪の場合、この宇宙は宇宙医師によって平行宇宙からパージされるかもしれないね。パージって何、はぶられるってこと。大変。あれ、綺麗な宇宙、え、どういうこと、別の宇宙とつながった。おい、しっかりして。回復魔法では感染の拡大を止められないね。どうすれば。諦めないで、
無個性の私？え？あ、みんな！みんなが来てくれた。まだ手はあるよ。コネクトしよう。みんなでコネクト。一つになれば何でもうまくいく。あ、みんなでコネクト。チョコレートコネクト。さあどうなるかな。あ、大変だ。みんな眠になっちゃった。そうだ、触ったから。未完成の私に触れたから。どうなるの？大丈夫。聖書でどんな風に書き換えても許されるのがネーム。なるほど。違います。突っ込まれてる。つまり今の私たちの可能性は無限大。そうだね。何にでもなれるからね。なんか神々しい演出。私たちが思い描いた明日へ。すごーい。めっちゃ面白い。え？なんかめっちゃ綺麗になった。これが無限大の私？今なら私の巻き戻しの魔法も強力になっているはず。あれ？同一人物じゃないよね。マギアレコード、コミカライズ、好評発売中。宣伝すんなし。無限大の魔力で、この宇宙を巻き戻す。あ、イロハちゃんはそういう力があるんだ。どう？せい！無限大いろはちゃんの巻き戻しの力で戻ったかな。無限大いろはちゃんかわいい。聖夜の奇跡を見た。叩いちゃった。思いっきり頭叩いちゃった。残念、トウカちゃんが勝ちだよ。トウカちゃんの方が強かったね。あ、戻った。やったね、無個性の私。成功だよ。このうちの時間が巻き戻ってる。あれ、あなた巻き戻ってなかった。ざっとこんなもんよ。もうじき私たちが現れる前まで戻る。ここでお別れだね、未完成いろは。未完成の私、いよいよ雑に。それぞれの宇宙に戻っても玉木いろはの名を汚さぬよう頑張ろう。みんなありがとう。さっきの誰？覚えてないってことか。そっか、戻っちゃったから覚えてないんだね。そして巻き戻されたいつもの宇宙、マギアレポート。はあ、ここからか。あれ、巻き戻されたってことはもしかしてさ、ループすんじゃないこれ。やばい気がする。見てください、天井だね。あ、誰が来るかな。ふんすふんすふんふん。あ、私だ。もう持ってるや。2人目だね。よかったね、ループしなかった。おー、これでセッションクリアか。いやー、なかなかに面白かった。よかったよかった。元の世界に戻れてよかった。正常ルートに進めてよかったね。いやー、でも、なんか、まだまだ事件が起きそうな予感があって書いてるね。ちょっと心配だね。あ、一番最後も開いたね。あー、すごーい。無限大いろはちゃんになってる。お待たせしました。今こそ無限大の死んだ登場ですって書いてるね。いいね。かわいいね。チャレンジモードが解放されたと、なかなか面白いですね。いやー、これ、また来年もやるんかな。そう、もともとね、2023年のエイプリルフールのイベントだったらしいんですけど、なんか去年はね、4月1日からじゃなくて、4月5日から開催で気づかなかったんですよね。なので、このイベントやってなくて、今回ね、一部変更はあったものの、遊ぶことができてよかったです。いやー、マジ超面白かった。最高のイベントだったね。来年はまたどんな感じになるかわかんないけど、また来年も楽しみにして待ってます。ではでは、バイバーイ。